にちは、ラコです。今回はですね、 YouTuber になろうと思ったきっかけを作ってくれた人に会わせてみた。ロコちゃんがね、どうしても会わせてあげたいということで。はい。ただしこれやっちゃうと、ちょっとロコちゃんの効果能が上がりすぎちゃう。上がりすぎでいいじゃない。上がりすぎちゃうのと、人ってさ、テンションが下がって下がって下がって最後に上がると盛り上がるじゃないですか。なんで、まこあこちゃんのテンションを3回落としたいと思います。ボンボンスタジオに着いてから、ボンボン TV さんに会えると思ったら会えないドッキリというのを2回仕掛けます。そこでテンションがガタンガタンと下がるということですね。で、最後テンションを2つ下げた後に本人に登場していただいてテンションを上げるという。ドッキリどうぞ。こんにちは、ラコです。ラコです。ラコです。はい、ということで今回は企画を取るわけではありません。オープニングですね、これ。はい、オープニングのみです。じゃあ密着、ロコマコアコがボンボンスタジオでボンボンドリームのミュージックビデオを撮影する様子を密着するという企画をやっていきたいな。新しくボンボンドリームのミュージックビデオを撮り直すらしいんですよ。そこにロコマコアコが出演することが決まりました。あの、本人たちとは会いませんけど。でも、ボンボンスタジオに行けます。やばくない？ナコさん、それどういうテンションですか？え？あー、なんで会えないの？意味ないじゃん。ちなみに誰に会いたかったとか、まあ、トムちゃん一致会いませんけど、うちに会いたい。そうなんです。まあでもね、もうちょっと大きくならないといけないかもしれない。200何十万人ですか？220万人とかですか？ YouTube のきっかけ誰？ボンボン TV、 ボンボン TV とカワキ。そのだからきっかけのスタジオには行けるわけですから。スタジオへどうぞ。ということで、到着しは。そういうの本当にね、本当ひどいと思うよ。2人は到着して最初にバッて見てもらいたいんで。おお。そう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 。ちょっと待って、怖い、ね、もっと怖い。じゃあ今からマコ、どこ、マコいた。はい、じゃあ連れて行きましょう。どこ？ここ？あ、手、あ、そこそこ手すり。いいの？あ、じゃあここに待っててください。外してる。下まま待ってて。じゃあ待っててね。あんた仕掛け人ですよ、今回。確かにロコメールじゃなかった。失礼します。お父さんは下にいます。スタッフです。じゃあここから今からですね、2回2人のテンション下げるドッキリを、はい、仕掛けますので、最後にドアの奥から登場していただきたいと。最後にボンボン TV さんへのメッセージをカメラに向かって喋ってもらうので、良きタイミングで。いや、本当に昔から好きなんですよ。優しそうだからさ。
好きかもあるか。好きかもしれない。まこ面白いしね。ねえねえ、女の子のさ、中だったら誰が一番好き？いっせーのせ、ガミちゃん。ガミちゃんが歌う前から好き。ガミちゃんもでも、ちっちゃいも本当に同じくらい好き。だよね。ガミちゃんは歌も綺麗だし、可愛いし。そう、ハリグメのやつもね。めっちゃ面白い。めっちゃ、すごい好きや。あと太鼓のやつすごかった。そう、太鼓ちゃった。ママ、返事して。ママ。どうしますか？目隠し外したらね。目隠し外したら、このままやったらどうする？最初に、このままひっくり返るかも。どうする？泣くと思う。そうですよ、扉の向こうにいるかもしれませんよ。いたらマコもう本当に死んじゃう。死んでもいいくらい死なせないよ。ヨッチと会えたらマジで嬉しいから。あ、そう、そう、ヨッチと会えたら聞こえてるかもしれない。ヨッチって大きな声で言った方がいいんだよ。ヨッチ、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 ヨッチさん、ヨッチさん、さまづけさまづけ。じゃあこのタイミングでですね、でロゴちゃんから質問をね。お二人の好きな YouTuber は誰ですか？モンモン TV。 はい、では目隠しを外してください。せーの、ボンボン TV の本人がいると思ったら誰もいないドッキリ。ここどう？ここどう？ここどこ？本当に実際撮影してるところですよ。すごくない？すごくない？ここに座ってたの？ここに座って撮影してる？うん。あ、その穴知ってんの？二人ともここだっていうのは分かってた。分かってた、ここ。あ、そうなの。一番後ろの席でしょ。ああ。どう、本当にあると思った？あ、座ってすごい分かってるじゃん。ドミ様、ドミ様、この動画もしかしたら見てくれるかもしれません。見てるかもしれない。はい、はい、ね、はい、ね、じゃあどうぞ。もう一度目隠しお願いします。はい、と思いきやマコさんももう一回つけてください。さすがにね、こんなんで終わるわけないですよ。もしかして、座って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 、はい、前に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 前唇がふわふわしてる。と思いきや、はい、ちょっと待ってくださいね。ねえ、ほんと、ねえ、なに、もう飲んでて、そういうのひどいよ。じゃあ、あなたたちの大好きな YouTuber さんに登場していただきましょう。いないでしょ、いないでしょ。それわかってるから。わかってるよ。いい、登場していただきましょう。前向いてない。はい、待って待って、嬉しいとこ。それではご本人どうぞ。どうぞ。はい、あなたたちの大好きな YouTuber ロコだよ。ロコだよ。さすがに出てこないですよ。出てこないって言ってんですか。ということで、大好きでしょ、ロコのこと。大好き、ロコ。
あんたたちの大好きな YouTuber が出てくるドッキリかっこロコでした。はい、ということでエンディングを撮りますので、この後この教室と他にも回れますからね。でこの後ダンスも踊りますからね。最初からだって来ないって言ったじゃないですかね。そう、来ないって言った。そう、来るなら来るって言いますよ。期待してね、ダンスあれ下げちゃダメだよ、よくないよそれも。エンディング撮るんですけど、最後にね、あの本当にこの動画見てくれるかもしれないので、あのボンボン TV さんに届くようにね、ちょっと2人でメッセージを。メッセージを。ボンボン TV さん大好きなのでお願いします。あのコラボしたいです。ボンボン TV さんお願いします。いつかコラボしてください。大好きです、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 最初の質問コーナーからずっと見てますね。はい、5000人いかない時ぐらいから。それを言っていただいた時にもうすぐ出ていこうかと思いました。バーッて、めちゃめちゃ我慢しましたけど。よろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン、コメント
よろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバーイ。バイバイ。オッケーです。ありがとうございま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 す。